今からラクトフェイリのご飯を各水槽に流したいと思います。こちらはどれぐらいかな、20粒ぐらいいこうかな。ほい、まあちょうど良さそうやね。バイカラーがちょっと食べれてないか。続いてはこちらの水槽です。まあ、そうやね、セレクト入れようか。続いてはセレクト、ちょっと入れすぎたけど、まあ落ちたやつは全部ランダリンが食べてくれてるかな。ちょっと食べすぎたか、食べすぎたな。ちょっと多すぎたかね。ハタタテハゼもね、こっちにね引っ越してきました。多分こっちの方が良さそうですね。まあちょっとね、くれないニセスズメと相性が良くなかったみたいで、こっちのレモンピール水槽がまあ今4匹だけになりました。そうですね、花台1匹置いてたんですけど、ちょっとねサンゴ水槽の方に移動してもらいました。こっちはセレクト食べる子がそんなにおらへんから、どうしようかな、食べるかな。あ、角出しくん、角出しくんセレクト食べるんかな、どう。おお、そうかいな、角出しくんセレクトを食べれんのか。結構残ってんで。そうかいな、これぐらいにしとこうか、食べ残しそうやな。ではでは、行きましょうか。ちょっと入れんで。ほんまよう食べんな。はい、入れんで。OK、稲妻も食べれてくれたな。食べれた食べれた。まあグレーもね、なんか調子が良さそうな感じがあります。多分大丈夫なんやと思うねんけどな、調子はいいはず。よいしょ、まあここにもちょっとセレクト入れちゃいましょうか。やっぱりね、先住民のね金魚花台がすごい追っかけてるので、ちょっとね数で今調整しております。
とか3匹しか食べに行こうです。一応食べてるなぁ。一応みんな食べてるなぁ、食べてるけどね、どうしようね。だいぶスクリブルドエンジェルが、もう一回淡水浴ねした方が良さそうな感じがありますね。昨日の夜もね、っていうか最近ちょこちょこあっこでね、休憩するというか、じっとしてる部分が多かったので、ちょっと心配ですね。今週中にね、淡水浴しようか。市の花台系が今、こんな感じですかね。この中に多分1匹おったんちゃうかな。ちょっとね、これがまだ今3日目なんですけど、この状態が長く続くんであれば、ちょっとこの花台は引っ越しさせようかな。